当にそのこの業界でパチンコパスの上手い人誰だとか、うん、みたいな話をするときにあの名前が出てくる。ああもうベスト5上の方にいる人たち、僕からしたら雲の上の存在の人だった。光と後ろの社会へようこそ。いや控えめにやってまいりました、試写会でございます。なんか昨日から声が出られそうで、ちょっとね4日ぐらい前から喉の調子がおかしくて、ただもうあの回復に向かってますんで、ちょっとね11月12月2023年、めちゃくちゃ忙しくって あとね沖さんねやっぱりね、あの食べないもん。確かに、食べないね、俺なんか一つも悪いとこねもう膝が痛いぐらいだもん。それは、エイコーちゃんの愛があるからでしょ。いやでもいいね、ちゃんと食べて、そう、好きなことができるっていう、食べて、ね、いいですよ。健康な人たちには分かんない、その普通に生きていくことがいかに尊いことかっていうのがね、本当こういう風になると分かるよね、分かる分かる、病気するとね、僕もだから去年一昨年で2回入院しますから、手術でね、ちょっと思ったでしょ、の時に健康のありがたさというのがね、だから、今日何食べようかなって思える人は健康なのよ。いや本当そうですよ、何にも食べたくないんだもん俺。なんかもう、何あのお湯味の味噌汁みたいなの飲んでましたもん、これほぼお湯だよなと思って。あの病院で、これちょっと色づいてるけどこれほぼお湯じゃねえかこれ。どうやってこれで飯食えて、でもあと本当にあの味も何もついてない高野豆腐とあのなんかほうれん草のおひたしとこれでお前飯食えっつうのかと思って。お湯味のお味噌汁、はい、お湯味。早くシャバに戻って、マックが食いたいなと思って。ああ、本当その通りでございます。そうそうそう、はい、というわけで今回はもうね、あの控えめにタイトに頑張っていきましょう、はい、今回はおしとやかに、おしとやかに、おしとやかにいきますよ、いきましょう、はいはい、果たしてどんな方が来ていただいてるんでしょうか、はい、VTR スタートです。先輩、お久しぶりです。お久しぶりです。吉野さん、多分初めましてです。初めましてだね。今日はですね、嬉しい、自分がパスローを打ってるところをお二方に突っ込んでもらうということで、まあそうですね、ちょっと前回というか前回まで出演者の方の VTR をちょいちょいかいつまんで見てみたんですけど、やっぱちょっと立ち位置的に、まあ、リプロ、ガイドライターはリプロって呼ばれるんですけど、リプロコロリさんぐらいの立ち位置になりそうで、ちょっと自分的にもちょっと怖いなと思ってる。ちょっと待って、ちょっと待って、リプロって何？その用語についていけないですね。ポロリプロのこと？あ、リプロ、なるほど、ポロリプロを訳して、あ、俺リアルプロとかそういう意味かと思った。違うか、リプロってポロリプロの、ポロリプロのことを、あのちょっと小馬鹿にした言い方なんじゃないの。なるほどね、リプロみたいな、あの、そう、僕お会いしたことないんですけど、はいはい、あのいろいろそのなんだろう、本当にそのこの業界でパチンコパスの上手い人誰だとか、みたいな話をするときにあの名前が出てくる。ああ、もうベスト5に上の方にいる人たち、要はファッションプロじゃないのよ。あ、その、あなたがやってる、企業を背負ったリーグございますよね。ああいう、はい、バラエティープロの集まりじゃないんですよ。これがガシプロなんです。誰もプロなんて言ってない。だって勝ちにこだわってんだから。勝ちにこだわって、勝ちにこだわってる人あの番組だったことにない。これぐらい、うん、地味な人が、まあ、地味かどうかはともかく失礼だろ。だって見た目見てよ、もうあの薬剤師の人みたいじゃん。そんなことないと思うけどな。いや、そうだよ。いや別になんかそのパチンコパチスロプロには見えないよ。いや、パチンコパチスロライターっぽいですよ、ひげ生えてて。いや違うね、理系だね。あ、でも理系の、その本当の意味での頭脳は、わさみくんとか、そっち寄りの、そのね、そう
だから すごいね僕何気に共通点麻雀とか、ね、ああそうそうそう、はい、ね、あったりするんですけど、この方麻雀プロではないんですか？麻雀プロだったんです。だった、はい、ああの僕からしたら雲の上の存在の人だったはいはいはい、団体は違うんですけどね、はい、なるほど。いや嬉しいです、嬉しいです、ありがとうございます。じゃあ見ていきましょう。優しく突っ込んでいただければなと思います。朝一はからくりサーカスからスタートしたと思います。もうここ最近はですね、ずっとからくりサーカスしか打ってないんで、まあその楽しさというか爆発力を見せられる実践になればなと思っております。それではよろしくお願いします。プロが打つんだな、ね、意外っすね、うん、なんかやっぱ理由があるんだろうな、なんかあんのかもね、うん。じゃあ朝一はからくりサーカスから行きたいと思います。ですね、今日の軍資金20万円、はい、ほら20万円です。すごい、こうやってもうこうやって図で持ち歩いてるんで、あとやっぱプロはもうケツポケットに入れてるんで財布から取り出す時間がもったいないんで、じゃあ早速1枚目。そんなに、ただまあただのプレイングチケットなんでね、こんなのね、だからその、はい、そういう方なんで多分、でもこれマジネタじゃないですか、こともないんだろうな、本当にこのスタイルなんで毎日ポーカーとかもやるんだよね。頭脳ゲームというかテーブルゲームとか、うん、お、ポーカープロでもあると思うんだよね。あ、今日チェ引いたってことは有力感スタート時なんで、通常 B 上に格上げ、とりあえずね、朝一はね2セット台を全部カニ歩こうかなと思ってます。意外とね、多分知られてないと思うんですけど、実は甘いんですよねと俺は思ってます。じゃないと打ってないですよ。まあだから本当カメラマンさんには申し訳ないんですけど、うん、この上にあるカメラは毎回付け替えてもらうことになりそうですね。まあまあからくりをはじめとしたねスマスロの台は結構パワー勝負、いっぱい入れていっぱい出すみたいな感じになることが多いんで、うん、やっぱお金持ってないときついっすよね。もう俺も結構10万負けとかは結構終わるからくりに関しては日常茶飯事に起きてるんで、でももう何とも思わないですね。この人もともとそうなのよ、うん、それ以上に勝てばいいだけの話なんで、昔から勝って も負けてもまずリセット台打つのもやっぱ投資を抑えたいからですよね。まあ20万持ってきてるんですけど、それでも投資かさむんで、やっぱリセット台にカニ歩いたところでそこから引っ張られるっていうケースが結構多いんで、それで20万ぐらい持ってるんですけど、まあ普段だと10プラス昨日使ったお金の余りって感じ。もう家に図で置いてあるんで、こうなんだろう、家にこういう図が何十個もあって、めちゃくちゃリアルじゃん。新しく1個補充して昨日の余りをポロリさんとかもう片方に入れて、なんか、まあ、適当に入れてて何百万か、うん、まあそんな感じだよね。俺基本的になんだろう、ライターの中でもだいぶ喋らない感じなんですけど、打ち込みすぎて当たり外れが分かっちゃってるから喋らないっていうのはあるかもしれないですね。ちょっとね、どういうこと？もう、まあ、ほぼ当たりに近い台、当たりに近い状況じゃないとあんま喋らないですね。自己完結型ってことは、まあ、でもね、からくりサーカスはマジで、うん、6号機の中でもいやもう完成形だと思ってるんで俺、多分これ以上のマシンは、うん、あと 2,3 年は出ないかな。へぇ、まあこれ全長入ったんで、まあ、リセットなんですけど、うん、で、朝一1ゲーム目に強チェで引いたんで、うん、通常 B 以上が確定してるんですけど、うん、まあそれは俺だけが知ってればいいことなんで。ああ、なるほどなるほど。でまあこう外れて、うん、あ、今白金のシルエット、うん、小さいのがあったんで、うん、まあ一応打つか、本当はカニ歩きたいんですけどね。まあ正直五分っすね、打ってもいいし打たなくてもいいしみたいな。あの演出はまあ残り全長2回以内に当たる感じですね。200台で全長入ると激アツですね。なんで100の位が奇数出てきたら B が濃い。ああそっかそっか、直当たり偶数で来ると A か C、うん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 、で朝一
今日チェリー引いたから、うん、もう A はないんで、もう今現状 B か C しかないんで、 C だと AT 直撃だから、うん、なるほど、偶数100の頭偶数で全直来た方が強い。そこまで来たら分かるよ、言ったら、うん、分かるよ、俺だって理解はできた。やっぱ世間的には怖いって思われてるんですかね、カラクリサーカス。思ってる。まあそりゃそうか、普通に10万負けるとか怖いよね。でももうそんな時代じゃないと思うんだよな。かっこいいな。さあ今日1回目のチャンスゾーン、投手11本、332ゲーム。さあ1回目から勝負どころ、まあ、チャンスゾーンはもう全部当てる気でいかないとね、うん、さあ行きます。どうやって打つんだろう、こういう。さあホールド、どうやってレバー、レバーオンの時な、どう何を考えてんだろう、この人は。って言ってもそんな普段からあんま気合い入れないですよ、もうここまで打ち込んでたら、もうって言ったら嘘つきって思っちゃうけどな。カメラの前で気合い入れた方がいいのかなと思ったりもするんですけど、達観はしてないとは思いたいですよね。ほらもう適当だよ。お、これは小役確定、チャンス役だといいですね。お、ちょっと強いですね、この歯車が出るパターンは。まあこの時ぐらいは左リールの青なら狙えますか。あー滑っちゃった、滑ったらもうベルが転廃しないと外れ、外れ、うん、お、お願いしますよ。ダメ、残念、外れ。なるみ、ダメか、ダメ、答えてもなし。まあこれはやめてもいいですね、はいはい、やめましょう。まあ B だから天国狙いで打ってもいいんですけど、まあいいかな、まだ後で打ってもいいし。天国ゾーンに差し掛かろうとしたところ、はい、これ、この連続演出が外れたら天国引きですね。はい、外れ、面白い。70ゲームやめ、この枠のね、周りにぜひぜひって出てるじゃないですか。まあこれ前兆中なんですけど、まあプチ情報っすよ、別に勝ち負けには関係ないんですけど、まあこの演出っすね、この後ろに振り返るこの演出、この演出でこの次のゲームにカラクリエピソードが始まるんですけど、今行かなかったじゃないですか。これが3回耐え、うん、2回耐えられると熱い。これ1回目、1回目で行っちゃうともうほぼ外れみたいな感じ。ぜひがでかくなるとかね、この次に 2回目、パーとかね、ありますよね、まあ、2回目はまあまあまあ普通、当たっても外れてもどっちでもあるみたいな感じ。さっきのゲームを耐えると結構強い前兆ですね。スポットライトもなし、当たんないぞ、天狗当たんないですね。投手17本、91ゲームやめ。いい、まあもう勝ってますけど、1週間でマックス40ぐらい負けたことありますよ、はい、それでも打てるぐらい面白いです、はい。いや40負けた時は本当泡吹きそうだった、本当に久しぶりに。40はなかなか見ないかな、なんかずっと同じばっか見てるけど。スポットライトもなし。まああとやっぱカラクリサーカス波荒いんで、短時間ではまあ結果出づらいマシンですよね、やっぱね。まあ今のマシン、あのサスダバでビンタする台ばっかなんで、基本的にしょうがないですよね。さあ終わりました。すごいな。次ちょっと一回止めとこうか。お、はい、初めてじゃない赤。さあおはようもん。そう、あのこうなれるのが嫌だから、うん、当たるまで打っちゃうんですよ。うんうんうん、分かるよ。しかもほら、まあ、短時間で難しいって言ってましたけど、うん、やっぱ半日じゃないですか、うん、でこれをやり始めると午前中当たりなしとかなんですよね。そうだよね、前半戦当たりなしとか。だからもう多分もう普段のやり方でやってるから、うん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 、あの僕ら普段パチンコホールでね、うん、あのじゃあ去年どうかって言った時のと、もうそもそもだから向き合い方が違うんですよね。そっか、そりゃそうだよ、うん、こっちはもうね、ね、時間の中でどれだけその、ね、何かを起こせるかっていうのだから、そういうことだよね。まあ普段見てる人の中にはだから全くいないタイプですよね、うんうん、そっかそっかそっか。これはまあその是々非々だとは思うんですが、うんうん、カニ歩きやってるやつ叩かれるまであるからね。そんな時代になっちゃった。
あるな、まあ、例えばこういう感じでやったらまだいいですけど、うんうん、なんかじゃあ起き時の朝ほんと3ゲーム朝4ゲームしたりとか、ちょろっと極端な話を言うとね、はいはいはい、よくあったね、南国なんとかで1ゲームとかね、なんかあったね、そうそう、ただ本当に勝とうと思ったらしたらそれやるべきだよね、そう、それが正義なわけだからやるべきだと思うんですよね、そうだそうだ、でもだからすごい新鮮、あの僕らの周りには少なくとも今、うん、例えばなんだろうな、先生っぽいというか、うん、じゃあパチスロ上手いとされてる人たちですら多分もうやらないんですよね、うん、はい、この動きをこの動きはなかなかね、はいはいはい、いやなんか嬉しいわ、うん、かっこいい、そうだから見ててかっこいい、そうだからやっぱもうっていうスタイルだっていうのをあらかじめちょっと理解した上でやっぱ見た方がいいなと思うね、うん、雰囲気が合ってんだよねこの立ち回りとこの顔がさ、あめちゃくちゃ理系じゃん、やっぱ何回も言う見た目理系、もう理系しかないじゃん、理系か理系か、いや見ようによっちゃ文系だけどな、もう化け学みたいな、ザ・化け学って感じじゃん、白衣とか着てたらなんかそう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 、ここですよ、うん、まあ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 当たっていい、当たっていい流れ、はい、赤外れ、外れかい、おートドライブのみ、まあいいでしょう、いいやばい、当たんないよ、え、きついこれ、そうだから、うんうん、これをやるとこうなる可能性があるから、やっぱ俺とかできないんだよな、だって1台で当たってるじゃないですか、こんな引かないけどね、強制ね、これで B 以上、あ、これ当たりまで打てる感じですね天国がいいよ、うん、はいはい、うん、当たった当たった、当たるってこれ何があったの、ゾーンが、ただ朝1なんで、やったたった29本、その下の下にいれば直撃は、あ、そか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 、うん、ワンチャンチェリーで直撃して、うんうん、AT 直撃っていう可能性はある、ちょっと、ほんのちょっと、まあ大体チャンスゾーンでしょうけど38ゲームうん、まあ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 今日2回目のチャンスゾーンですね、いやー2連続に引けないっすなー、あーずれてるよ、あ、光ってます、いやーこれ1ゲーム早かったらね一番強いんですけど、表計のチャンス役は当たり確定ですね、39ゲーム都市29、あ、29、ほー思ったより使ってないんだ、まあ、うん、あんま嬉しくないっていう、なんて言うんだろう、ずれてる、当たったというよりもずれているという感覚が強いですね、1ゲーム早く引けようっていう、あ、ずれたではではタイミングがね、本日1回目の AT、 まあ AT 中はもうとにかくチャンス役を引きまくる、もう それだけですね、からくりサーカスの面白いところは、うん、とにかくチャンス役が強い、うん、AT 中のさあ172枚デフォルト画面ですね、ダメじゃん、引き戻しますからプロは、さあ、ね、チャンス役で引き戻しもな、一発で終わりませんからプロは、そりゃそうだ、これは5回中2回天国ですね、以降スポットライトなしね、まあ、とりあえず天国までカバーしておきましょ う打つ台がなくなったら打つ候補ですかね、さあ9台目これで投資30本ですね、本当はねもうちょい当たるんですよ、多分天国でチャンスゾーン現状この台含めて9台打って1台、えリセットされてる前提で、まあ確認の意味も、さあこの時間で4枚目が入りやした、うん、だ収録っていうことを考えるとまあこんなもんかなっていう感じでしたけど、まあプライベートだったらもう7、8万入っててもおかしくないですね、この時間12時手前全然あります、いやどうなんだろう、そんなに入れるもんなのかな、さあ、まあ、とりあえず、まあ、9台打ち切ったところで、うん、9時回転ならいける、とりあえず2択っすね、うん、1台目戻ってみるか、でこれがダメだったら、うん、もうあとはもうそこのカード台1回 AT 引いた台に戻って、うん、これは10万いくぞ
さあ1台目に戻ってきました。楽しめてるもん。ですね、うん、近いゲーム数での当たりが確定しなかったから、この人そうなんだよな、一旦引いたんですけど、戻ってきた理由はこの台あの通常 B で当たったじゃないですか。通常 B の後は天国と通常 C に行きやすい、うん、確定ではないです。行きやすいっていうその理由だけですね。スポットライトはなし。俺だったらこれずっと多分上のカメラをセッティングしてもらった後に申し訳ないけどやめです。もうこれでラストだから、大移動するのもうあとはあの台を天国2回引くまで笑ってるけど打って終わりっすよ。辛いんだよ、わかるよ。ただ、さあ残り赤坂くんの気持ちもわかるっていうか、どっちかっていうと僕はこっち寄りだから、演者寄りだから。そうだ、内池さんがフリーになったぐらいに俺入ったのかな、編集部員に。多分入れ替わりぐらいだと思うんだよな。そう、あ、結構もう15、6年前、それぐらいか、15、6年前だから、記憶が結構曖昧なんだよね。いやもう内池さんのイメージはその、なんだっけ、物騒劇強行会のイメージしかないから、ほとんど俺あのイメージが強烈で、いやマジ狂ってんなと思ったよ、ほんと。まあいい意味でね、もちろんあの当時はみんな狂ってたからまあ本当内池さん裏物のイメージしかないよ、本当。ありがとう。やばい人だなっていう。まあ昔のガイドの人ってみんなそうだよね、大体裏物みんな打ってたから、俺もそうだし、うん、オキスロンイコール裏物だからね、基本的に。それはそうっすよ、うん、当たり前だよね。チェリー32ゲーム連バージョンとか、ね、話してるね、超やばいスイカバージョン、うん、とかいろいろあるんだけど、スイカバージョンが一番有名かな、うん、東海圏とかにすげえ多くね。スイカバージョンは俺もすごい記憶にある。これちょっと設定1が機械割り 30%、 じゃあちょっと、え、1機械割り 30% だっけ。俺その内部数値知らないな。今はほら東海圏って30杯メインの市場じゃないですか、うん、そうですね。要はああいう流れになったのが、うん、その4号機の時の30杯の裏ボのブームが東海圏で爆発的に起こったんですよ、うん、そうです、そうです。でそのタイミングで30杯の設備をやっぱ入れるんですよ。そっかそっか、そうユニットとか、ユニットと、そうそうそう、島をね、ジェットカウンターとかっていうのをやって、うん、そこで30杯っていうのがあの東海圏の市場に根付いて、だからルーツは裏物なんですよ。だから、うん、あれか、愛知、岐阜、うん、三重、新潟って、はい、そうです。やっぱそっち系の台が多かったじゃない。僕の、覚えてる限りでは、うん、あのビッグショーですね。ビッグショーさんのゴッドバージョンと、はいはい、あと、ハイビカ、はいはい、ウラモンが、とんでもない台、そう、とんでもない台数だった、入ったんですよ。ありました。だってビッグショー80台とかね。ありました、余裕でありました。そう、それで、うん、ビッグ仕様の、うん、2ヶ月後ぐらいかな、入ってから、うん、その日が猛獣王の真相だった。猛獣王とダイナマイトキッズ R の真相で、はいはいはい、ブワーって何百人か並んで、みんなビッグ仕様でしょ、みんなビッグ仕様行くの。これね、誰も猛獣王の初日6入ってんだよ、その店めちゃくちゃ有料店だから、はい、誰も行かない。僕も師匠で裏物の企画も担当してましたんで、ありとあらゆるところ、関東圏でも近場でもいろいろ行ったんですけど、僕が行ってた小田坂にあるお店とかなんかは、それこそじゃあ、吉宗北斗全録です、うんうんうん、みたいな日でも、南国の裏物にみんな行ってましたから。やっぱそれだよね、はい、あのね、その時代を僕らは生きてきてるんですよ、うん、だから、このからくりとかに関しては、うん、出玉の波はおそらく当時、うんに近いかな。出玉的には似てんだけど、ね、うん、やっぱね、ロマンが違う。なんかね、なんとも言えない。そう、なんかちょっとね、いけないことしてんじゃないかなっていうね。そのね、違法改造機って、うん、まあ違法だからダメなんだろうけど、うん、その改造することによっていろんな人が笑顔になったよ。そうなんだよ。だから、うん、なんつうんだろうな、パチンコパチスロってやっぱちょっとダークな部分残したいよね。でもなんすかね、いわゆるその合法化
合法というか、うん、検定を通過してるかしてないかなんですけど、うん、やってることぶっちゃけ一緒なんですよね。ぶっちゃけ一緒。なんなら、うん、ひどいよ。うん、こってそう、ノーマルの方が。ノーマルの方が確かに、うん、さらにヤバくなってる。ヤバくなってる気がします、中身は。そうそう、うん、だってゴッドとかあの辺とか吉村とか出てきた時、こっちの方がやべえなと思ったもんな。うん、ね、うん、そうっすよね。そうそうそう。なんかね、うん、ちょっとこう、いろいろ考えさせられますわな。うんうん、こうなるとね、スイカバージョンは俺もすごい記憶にある。設定位置が機械割り 30% もうちょいやっとと思うけどなっていう 220% なんか理解できる噂、多分本当噂という名の多分本当のマシンがあって、そういうので育ってきたからね、まあ、1日に10万20万使うのはザラっすよ。ザラではないよ。その裏物がなくなってからも結構オキスロでは食ってきたから、俺もその界隈ではもうやっぱね、大木ヒカルといえばパイオニアですから、まあ信者がいっぱいいましたよ本当。宗教宗教、本当に鼻触っちゃダメとかねこの番組に出てきた人たちのラインナップ、ライターの多分俺が最年少まであるよね。え、俺未だになんかずっと一番若手みたいな状況だもんね。パチスロの秘書がいるの中だと下がもう永遠に入ってこないからだって年齢層やばいでしょ、うん、もう平均50だもんね多分。平均50ですか47、8ぐらいかな多分、844、ない投資が49かな。うわ、さあ今日3回目のチャンスゾーン。お、これですね。ここが止まると近くなるんで、小籔が、これで当たり。49本で AT2 回目。さあサクサクいっていきましょう。もう取り返す。頑張れ頑張れ。時間がもったいないよ本当。おい、これは強いですよ、マジで。ラッキー。これはまあほぼひし形でしょう。え、これひし形関係あるの？あの色は全然違います。へー、はい、ひし形確定しました。ひし形で揃うとオリンピア、オリンピア、まあ特化ゾーンですね。はい、これも、このゲームも対象、子役全部上乗せします。平均200ぐらい。だからナビが出ると安心。1000とかも止まったんだ。ナビがないと寒い。寒い。寒い。まあ遅れることもあるけどね。ウェイトが切れた瞬間に出ることもあるんですけど、これ今みたいにできればレバーを出てくださいっていう話ですね。でチャンス役いくと、まあちょっと強く乗せる感じです。平均200。あー終わっちゃう。終わった。200。まあまあまあ。平均。すごいな。まあまあまあ。いい方っすね。まあ平均いけばいいでしょう。贅沢は言わん。広角でチャンス役を引きたいんですけど、今日一回見てないな。なったね。お、チャンス役。これは、はい、チャンス目。上乗せ確定プラス、今現状広角で引いたんで、劇場ジャッジ確定ですね。どんなキャラクターが出てきても、当たりは確定。当たりというか、劇場ジャッジは確定。まあ、せっかくなんでね、ちょっと。普段こんなじっくり見ないですよ。へえ、あ、そういうこと。これでもじっくり見てるってこと、はい、さあこっからっすね。次からの4ゲームが勝負。子役を引けば何かしら、うん、押し順ベル以外ね。だから押し順は最悪。最悪なの？押し順は抽選ないです。まあゼロじゃないっぽいけど、波出しは超安いですね、うん、まあまあ振り打ちでもいいんですけど、うん、まあ今日はちゃんと青なら狙っていきましょう。外れ、外れはダメ。どこに狙うの？押し順枠内ぐらい狙ってるけど、枠内に止まればもう何か知らない。何か引けば当たり。
中か。あー、これは厳しいですね。本日1回目の劇場ジャッジは外れ。結果何も引いてないからね、子役ね。子役何も引かずに勝つのはまあ相当厳しいですね。まあとりあえずこれで一連の流れは収めたんで、こっからはぶん回していきますよ、ほんと。さあ今日2戦目劇場。来い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 。はい、リプレイ、はい、40%。はい、2個目、40%2個。おお、これ大丈夫じゃないか。これは勝つでしょ、さすがに。はい、うまい、リプレイ取ったな。もっと喜んだ方がいい。キャラじゃないんだけど。いいね、日常すぎてね。女子とかだったらやったーとか言うんだろうけど、まあまあ一生で喜んでる。女子とかをバカにしてんのね。そこがまた面白いんだよな、この人。やっぱ2勝してからかな。めちゃくちゃバカにされてるよ俺は。だから本当に本当に、ラッキーラッキー、アイムラッキーボーイ、アイムラッキーボーイ、アイムラッキーボーイとかさ、4件目に言うもんね俺ら。もう変な話、スマスロになってやらせたどうのこのやっぱ結構言われるじゃないですか。でも絶対にやらせができないゲームが1ゲームあるだけでも全然違うんだなというふうに思います。本当ちょっとあのレゲエ、あ、下パに消えたよ、ラッキー。何何何仕方止まる止まる、いや、わかんない。オリンピア 2発目、でかい。終わりそうなところで弱い、これは弱いですね。160枚、残念。もう広角で予告音出るだけで嬉しいですね。いいマシンです。おっと、これはうん、第一レースで動かなかったってことはチャンス役でしたね。チャンスベル 40% で劇場。あ、チャンス見たんでこの時点で確定。さあ、これ取れれば行きますね。見えますよね、うん、いいよ、よっしゃ、40%。 お、40%2 個、でかいよ。また来たよ。はい、うわー、うまい。さあ、こっからっすね。こっからですよ、お祈りタイム。メドが、おー、さあ、何ゲーム取るかな。100以外だったら嬉しい。ほい、まあまあまあ、100でしょう。こっから引きですよ。まずはこの今いる広角で決めてほしい、うん、すぐに決めてほしい。よしよし、勝ったは強いよ。上から2番目、これは通したでしょう、さすがに。運命の10枚は持ってくるか、はいはいはい、持ってくんじゃない。はい、来た、勝負どころ。3戦勝つか。うわ、めっちゃ面白いじゃん。いいよ、ダメ、外れ、ナビなし。あー、うわー、きつい。もう最後の1ゲーム引くしかない。ここで引けばいいんだから。 20% 今日ある。くー、ナビなしね。まだ可能性あるから、左リールに青なら止まればいいんだから。出る、テンパイすれば OK。 ダメ、あー、チャンスがすり抜けていく。450で何か起これ。はい、お、赤い、これは熱いよ。あ、そうだ、赤なんだけど、赤だとバトル発展するんだけど、ここの残り枚数が少ないから、もう発展した時点で、ね、劇場ジャッジ確定ですね。最後の勝負、ひー、これで万枚かかってるからね。なんでね、お願いします。上位イコール万って、その考えは違うだろう。ハーレクイン撃破、ちょ、マジ頼むわ。3000で終わるでしょ。2勝後の劇場ジャッジ2回目、ナビなし、ダメ、ナビなし、ダメ。うわ、いやー、きついよ、お願いします。
うわっ、いやゲーヤー、これは絶望、結構たまにあるんだけどね。左上、あーこうだといいんすけどね。いやー何も引けなかった。うわ、さあ終わりました。ただこれで千何枚もうなるかな。デフォルト画面セット数あれない。ここの5ゲームでチャンス役を引きましょう。マサルね、はい、いやーやっちまったよ。これおそらくですけど後半やばいことが起こります。これも出ると思う。だって普通の編集の仕方だったら、うん、あそこで切るよね、うん、最後の、まあ、これ引けるかどうか。この後何も起こんなかったらあれは後半に持ってくる。後半に持ってくよ絶対に、うんうん、あのシーンを、ね、ってことはこれは祭りが起こる可能性が高いですね。全然あるよ、本当に、っていうか相変わらず赤坂くんやっぱりねブレがない。その自分以外の人間を全部下に見てる。わかる、みんなその雰囲気。僕ね、そのさっきその女性の方とかどう残るときに沖さんみたいなこと言われたじゃないですか、僕ただねちょっとあることに気づいちゃったので、これあの次週の最後に言おうと思います、あ、はい、なるほど、はい、赤坂君に関して、はい、もちろんもちろん、ほう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 、あることにそのこれ結構確信をつくんじゃないかなっていうことに、マジですか、気づいてしまいました。赤坂くんのことで、はいはい、僕だから会ったことがないからどの方にどういった感じのこと風な方なのか僕、まあ、知らないんで、うんうんうん、俯瞰で見てたら、あ、そういうことなんだってちょっと思った部分があるんで、これね、あのもしかしたらご本人は否定強く否定されるかもしれないですけど、僕結構ねあの確信をついちゃうかもしれないですね。この人の人間性、うん、人間性というか、うん、この赤坂天杯さんといういわゆるライターさんが実はこういう方なんじゃないかなと。へー、あ、めっちゃ楽しみですね、うん、はい、分かりました、はい、ありがとうございます、はい、では次回からくりサーカスどんな展開になるのか、はい、非常に楽しみでございます、はい、それではまた次週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。収支管理アプリ Pマネー登場。 Pマネーには誰でも簡単に使える収支登録やデータ分析など便利な機能が満載。私たちもナビゲーターとして活躍中。皆さんダウンロードお願いします。